はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、1月、2月に何を勉強したらいいのかについて、お伝えさせていただきます。1月、2月から勉強を始めるとなると、まあ、大体ですね、試験まで、10ヶ月、もしくは9ヶ月、まあ、そのぐらいね、試験まで期間、勉強期間があります。で、この中で、1月、2月に何をしておくのかっていうところなんですけども、私がお勧めしているのは、権利関係、いわゆる、民法であったりとか、借地借家法とか、区分所有法、不動産登記法、このあたりをしっかり行っていくと、まあ、いうことをお勧めしています。まあ、大手の学校とかだと、宅建業法から、やるってところもあるんですけども、弊社は、権利関係の方をお勧めしています。で、その理由は2つあります。1つ目が、理解学習の習慣を、つけるのにはぴったりなんですね。で、もう1つは、権利関係後回しにしちゃうと、間に合わなくなってしまうよと。まあ、いう二つあるんですね。一つ一つちょっとお伝えしていきます。まず一つ目、理解学習の習慣づけにぴったりと、まあ、いうことなんですけども、権利関係っていうのは、まあ、問題文も難しいですし、解説も難しいんですよ。だから、普通に勉強していて、まあ、テキストを読んだり、わからない部分はテキスト読んだり、まあ、過去問の解説ありますよね。そういったところを読んだりしても、意味がわかんないことってやっぱあるんですよ。で、そういった時に、わかんないからちゃんと調べる、だったりとか、問題文がわかんないから、問題文をじゃあどうやって読み解けばいいんだろうっていうふうに考えたり、できるんですね。一方、宅建業法とか法令上の制限とか、税その他っていうのは、問題文もそんなに難しくないんですよ。で、しかも解説とかもう丸暗記しちゃったら、意外と解ける問題って増えてくるんですね。だから、宅建業法とかから始めちゃうと、丸暗記学習が習慣化してしまうんですよ。そうすると、その丸暗記学習の習慣で権利関係に行っちゃうと、結局、権利関係も丸暗記になって、丸暗記だと解けない。また、何を言ってるか分かんない。で、分かんないまま進めていく。っていう風になっちゃうんですね。で、結果として、もちろん権利関係は特定できないし、で、宅建業法でも丸暗記学習なんで理解はしてないんですよね。となってくると、引っ掛け問題にバン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 引っかかってくると。で、結局、どれも点数が取れないと。点数が取れるのは、これまで何回も何回も復習してきた過去問だけとか、になっちゃうんですよね。で、もちろん、過去問とかっていうのは、何回も何回も復習すれば点数上がってくるのは当たり前なんですよ。ある程度答えを覚えちゃうんでね。しかも、市販の予想模試とかっていうのも、過去問ちょっといじったぐらいなんで、過去問が大体取れたら、市販の予想模試も大体点数取れるんですよ。だから、そこで錯覚をして、あ、点数取れてるから実力があるって、勘違いする方多いんですけども、その日頃の勉強で丸暗記学習をやっていると、本試験の時に点数が取れないんで、まあ、これは厄介なんですね。だから早い段階で理解学習を身につける。そのために権利関係をやると、まあ、いうのがいいと思います。で、実際弊社の個別指導でも、一番最初に行っていくのはもういきなり権利関係から。難しい内容なんですけども、実は読み方っていうのがあるんですね。問題文ってこうやって読んでいくんですよって読み方があって、まあ、それをお伝えをしながら個別指導でやっていくんですけども、その問題文をちゃんと理解するってことをちゃんとやっていければ、宅建業法とか法令上の制限とか、まあ、税その他も含めてなんですけども、引っ掛け問題に引っかからなくなってくるんですよ。そうすると確実に点数も上がってくるわけですよね。だからそういったやっぱり勉強をするのにうってつけなのは、権利関係。だから、権利関係から早めに勉強しておきましょうということです。まあ、細かいね、問題文の読み方とかについては、ちょっとすいません、個別指導の内容になっちゃうので、ちょっと個別指導で教えていくって流れになるんですけども、まあ、とりあえず、わかんないことはちゃんとネットで調べていく。テキストとか過去模試とかには載ってません。で、予備校通ってる方はね、予備校とかの動画とかあると思うんですけども、それでもやっぱりね、理解できないことがたくさん出てくるので、そういったところっていうのは、まあ、権利関係とかで言えば、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイト、こういったところで細かく解説してあります。だから、こういったところを読みながらね、理解をしていくってことをぜひ、実践してみましょう。宅建試験のサイトだと、細かい部分まで書いてないんですよ。結局は市販の内容だったりとか、予備校レベルの解説までしか、宅建のサイトには載ってないんで、それだと、結局は理解できずに終わっちゃうんでね、丸暗記学習になっちゃうから、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイトで調べるってことをお勧めします。で、続いて、後回しにすると間に合わないっていうところなんですけども、権利関係って、本試験は14問出るんですね。だいたい毎年14問ぐらい出るんですけども、それの半分ぐらい取りたいんですよ。7点はね。最低限7点取りたいんです。で、何回かも勉強されてる方、まあ2、3回落ちてたりとかする方っていうのは、7点ぐらいならいけるだろうって思っちゃうんですよ。ただ、この7点っていうのは、確実に7点取ってほしいんです。どんな問題が出ても7点。
2016年、17年かな。このあたりは簡単だったんですよ。2016年、17年。このあたりは簡単だったんで、9点ぐらいやっぱ取ってほしい試験なんですね。だから、難しい時でも最低7点。簡単な時は9点ぐらい。この辺を目安にしてほしいんですよ。で、これを確実に取るためには、相当勉強しなきゃいけないんですね。宅建業法とかで8割取るよりも、権利関係で半分を確実に取る方が難しいんですよ。時間かかるんですね。実際権利関係っていうのは一通り勉強するのに1ヶ月半ぐらいかかるんですね。で、さらにもう1回だけでは頭に入らないじゃないですか。1回で頭に入った天才なんでね。だからもう1回やると。そうするとそれ3ヶ月かかるわけですよ。まあ、2回でも正直頭に入んないんで、もう一回復習とかするんですけども、まあ、そのね、3回目の復習については、もう解けない問題とか、苦手な部分に焦点を当てて復習していくんで、まあ、1ヶ月ぐらいで終わるんですよ。で、そうすると、1ヶ月半、1ヶ月半、1ヶ月で、これで4ヶ月、もうこれでかかっちゃうんですよね。で、これを、早い段階にやっとかないと、後回しにしちゃうと、もう、宅建業法もやんないといけない、法令上の制限もやんないといけない、税そのためやんなきゃいけないっていう状況で、権利関係を勉強する時間がなくなってくるんですよ。で、権利関係でちょろちょろってやったら点数上がるっていうもんじゃないんですね。他のものっていうのはちょろちょろっとね、思いっきり詰め込んだら、点数ある程度上がるんですよ。権利関係上がらないんで、結局捨てちゃう人もやっぱ出てくるんですね。で、もしこの権利関係で4点か5点しか取れなかったらどうなるかと。他のところでね、どれだけ点数取っても合格するの難しくなるんですよ。っていうのも、権利関係14点ありますよね。ってなってくると、他は36もあるわけですよ。36点分。宅建業法、法令上の制限、税その他で36点あります。権利関係では4点か5点しか取れませんでしたってなると、満点で40点、41点ですよね。取れた。満点取れたとしても40点か41点なんですよ。で、満点取るのまず無理なので、ほとんど無理なので。で、ここで落とせる問題が6問ぐらいしかなくなってくるわけですよね。まあ、合格点が35点だと、まあ、仮定した場合、6問ぐらいしか落とせなくなるんですよ。で、ここで6問しか落とせないってなかなかきついんですね。だいたい宅建業法で18点目指して18点ってなかなか難しいんですよ。やっぱ16点ぐらいになっちゃう。法令上の制限でも、8問中6点。目指すけれども4点とかなっちゃう。で、税その他も8点。8問か。8問あるけれども、目指しても6点になっちゃう。みたいな感じで、意外とポロポロ落としてくるんですね。となってくると合格点の35点とか取ってくるのはなかなか難しくなるんですよ。だから最低でも7点っていうところを抑えてほしいんですね。で、そのためには今言ったようにそれなりに勉強しなきゃいけないから、後回しにして時間が足らなかったってならないためにもできるだけ早い段階で基礎知識をつけておく。まあ、基礎っていうのは基本的には理解学習ですね。理解学習の習慣を身につけておくってことを、まあ、ぜひ行っておきましょう。この権利関係から勉強する目的はもう2つです。理解学習を習得するというところと、権利関係で最低でもね、7点、半分は取ろうと。まあ、試験が簡単であれば9点は取ると。まあ、この2つを目的とした勉強で、合格するためにはこの2つっていうのは、まあ、重要なことです。で、いずれかがこれできなくなっちゃうと、なかなか合格するの難しいので、ちゃんと1月、2月からこの2つですね、理解学習の習得っていうのと権利関係で7点ぐらい取れるような、まあ、基礎です。基礎知識ね。1月、2月だけで権利関係7点を取る実力をつけるんじゃなくて、その基礎段階ですよ。基礎段階をつけておく。結局7点取れるように、最低限7点取れるようにするためには、4ヶ月ぐらいかかってきますね。4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月ってかかってくるので。1月、2月だけでは無理だけども、その基礎をね、ちゃんと身につけておくってことを行っていきましょう。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。